内もものお肉気になりますよね。実は内もも気になる人って内もも鍛える傾向にあるんですが、意味ないんですね。今回の動画を最後まで見ることで、内もものお肉を取るためにはどういったメニューをしたらいいのか、なぜ内もものお肉がなくならなかったのかというのが分かってきます。最後まで動画を見ながら一緒に頑張ってみましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、内もものお肉が気になる人におすすめなエクササイズを3つ紹介していきます。どれも各10回、スマートフォン持ったままでできるメニューになってます。一緒に見ながらやっていきましょう。まず内もものお肉取るために内転筋鍛える人多いですよね。足がもちろん細くなれば内もものお肉ももちろん減ります。ですが内もも鍛えて内もものお肉が取れるかって言ったら取れないんですね。じゃあどうすればいいのか。ももの裏を鍛える必要があるんです。ももの裏をしっかり鍛えることで内もものお肉はなくなります。なぜかというと、内もものお肉がある人の多くは足が丸いんですね。丸い、足が丸いと内側にもお肉がやはりあります。ももの裏を鍛えることによって丸い足が卵型になります。そうすると内もものお肉っていうのは卵型になりますから、なくなるんですね。ここがももの裏をしっかり鍛えるとハムストリングがやはりある程度成長します。そうするとそもそも丸かった足が卵になるので、内側のお肉というのは後ろに回って前からと後ろから見ると足が細く見えるという風になるんです。そこでもも裏ってやっぱり弱いんですね。しっかり鍛えることで内もものお肉がスッキリしていきます。それではスマートフォン持って一緒に3種目頑張っていきましょう。はい、まずはスマートフォンを持って足は肩幅にします。そしたら膝をちょっと曲げて前かがみになります。お尻できるだけ後ろです。腰は少し反らす感じです。腰が丸くならないように。スマホは顔の下でいいです。この少し曲げた膝を後ろに伸ばします。お尻斜め上です。ももの裏がしっかり引っ張られる感じがあれば OK です。膝曲げすぎると前もも効くので、膝曲げるのは少し、体をしっかり前に持ってってお尻出す。これをまず10回いきましょう。いきます。1、2、しっかりお尻を上に上げて、3、もも裏効いてますか。4、5、少し痛いぐらいがいいです。7、8、膝曲げるのはこれくらい。9、お尻出して。10、OK。 今度はちょっと難しくなります。片足になります。スマホは顔の下、片足浮かすことができればバッチリです。これでさっきみたいに片足だけで動かします。バランス取れない方は軽く足をついていいです。前側の足だけをさっきみたいに曲げて伸ばす。一緒にいきましょう。10回です。いきます。1、2、バランスなかったら足ついて、3、しっかりもも裏効いてますか。4、5、6、スマホ見ながらで OK。 7、8、効いてますか。9、10、 OK。 反対です。いきましょう。1、2、3、難しかったら足ついてですよ。4、5、お尻斜め上。6、7、8、あー効いてる。9、もも裏肩こっち。10、 OK。 もも裏がね効いてると思います。ラストうつ伏せでいきましょう。最後は上の足で足首を押さえます。膝曲げます。曲げたら上の足でぐーっとね下に押さえつけます。下の足を押さえつけられないように力をこっちに入れます。下の足はこっち、上の足は向こうです。5回ずつしっかり力を入れて、足は少し開いてもいいです。いきましょう。せーの、1、ぐーっと力入れて戻す。
2、ぐーっと抑えないこして、もも裏ついそうなのが OK。 3、ぐーっとやっちゃって下の足のもも裏効いてますか。4、ぐーっと押さえつけて、3、いや、ラスト力しっかり自分で負荷かけて、ぐーっと曲げて、ぐやっ、釣りそう。反対、ラスト5回いきましょう。スタート。くー、伸ばされる、釣りそう。1、2、ぐー、くー、効いてる効いてる。3、伸ばされないように、縮められないように頑張った上の足。4、もも裏、もも裏効いてますか。もも裏、ラスト5、力自分で入れて、自分で力入れて、グーもも裏、OK。 お疲れでした。今の3種目、これがね、自重でハムストリングを鍛えることができるメニューです。もちろんダンベルとか持ってブラジリアンスクワットとかしてもいいんですけども、やはり前ももにどうしても効いてしまうんで、前ももが筋肉質、スクワットすると前ももが太くなってくる気がする、そういった方は続けると太くなります。なので今みたいに前ももを全く使わない、とにかくハムストリングだけを使うっていうメニューをやっていくと、足の形が卵になってきて、内ももすっきりして、膝の上の筋肉質な感じというのが収まって、綺麗な足ができてきます。なので今回の3種目、動画の説明欄に時間貼っときますんで、何度も見ながらやってください。もも裏あんま効かなかったよって方はですね、もうちょっと立ってやるときは前かがみ、お尻を突き出す、寝たままやるやつはもっと上の足で押さえつけてください。そうするとハムストリングに効きます。あんま無理するとつっちゃうんで、無理しない程度でやってみてください。内もも鍛えても内ももの肉はなくならないんです。これやってください。各種 SNS を説明欄に貼ってますんで、インスタ、TikTok など短編の動画を載せたりしてます。よかったらフォローしてもらって、そちらでも動画を見てください。勉強になったよ、やったよって方はグッドボタン、コメント、SNS にシェアよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。